最高。雨が今日降る予定やったんですけど、まあ、あの予報が変わって夜中とかに降るみたいで、この歩いてる40分で雨降ったらどうしようかなと思ってたんですけど、はあ、でもまあなんとか予定通り来れたんで頑張って歩いていきます。おいしい、うまっ、酸味うまっ、あー、なんかお米がもうすぐできそう。もう8月も終わるし、湿度が高すぎてとんでもない量の汗をかいてる。暑い。いや、なんか気温は26度でそんなに高くないんですけど、湿度がすごい。冬しか来たことがないけど、季節を変えるとこんなに景色が変わるんやな。夏は大変やけど暑くて、けどなんかこの深い緑とか葉っぱがいっぱい生えてるのとか、なんかまた違うところに来たような感じがして面白い。2時から歩き出して今2時半です。ここを曲がって上がっていったらいよいよ着きます。あと10分ぐらいかな。今日はいつもとちょっと違う道で来てるんですけど、
アホみたいに汗かいてます、はあ、ちょっとポカリ買って飲もうかな。いや、こんなに気温高くなくても湿度が高いからプールに入ってるみたいに汗かく。入り口見えてきた。いや、結局坂やから45分ぐらい歩いたかもしれない。今日は18番祭、多分結構空いてると思う。いや、最初からこれ買っとけばよかった。 3FUL ギアっていうとこ、それがすごい背負いやすくて軽くてめっちゃ人気入ってめっちゃいい。テントは今日のヒールドでは自立式やから、風吹いてる、強いし。ボールが折れてしまった。どうしたもんやろ、困った一回テープを借りてみます。ちょっと借りに行ってきます。え、でも無理やろな、どうしよう。すみません、これでいけるかな。ある意味かっこいい。貼り方を変えました。まあそれでもいびつやけど、ちょっとマシかな。いやー。
ボコボコ。いびつ。暴風吹っか吹いたらやばいけど、なんとかなってよかったわ。虫が、虫がうるさい。いや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 、早くつけないと虫が。痛い！入った！あー、刺さった。こっちが百均で、こっちが自作。6度ぐらい。いつもよりはやっぱ涼しいよな。湿度がやっぱめっちゃ高いけど、70% 超えてるけど、いつもより涼しい。あれ、なんか雨降ってきた、やっぱり。雨降ってきたかな。ちゃんと用意してある。ご飯しよう。自作の机。これほんま便利。作ってよかった。雨が降ってきました。風がないからよかった。うん、一瞬やな。
そっちの日立てますようにすごいお客さん少ない。めっちゃ静か。虫の鳴き声しか聞こえ、セミの鳴き声しか聞こえ。大体ここはしっかり火がない。汚れてる。さっき飲もうかな。乾杯。雷鳴ってる。今日は野菜を盛り付けて、トマト、トマトで、さっきの大根おろし、夏のさ、いっぱいかけんねこれ。かけすぎ？絶対おいしい。もういいや。いけてると思うけど。せーの。おお。めっちゃ綺麗に炊けてる。よかった。美味しく食べれる。雷鳴ってる。山盛り飯。
水牛と鶏の炒め物と明太子、ご飯が進む。それではいただきます。米よし、じゃあ大根と鶏いただきます。うん、うまっ、おいしい。めっちゃおいしい。うん、うん、明太子。うん、うん、まご飯が進む。結構辛めやな、この明太子。うまめっちゃ食欲進む。お腹空いとったし。ごちそうさまでした。うわ、めっちゃ光った。うわ、うわ、うわ、うわ。頭にめっちゃ当たんねんけど。やばい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 。びっくりする。多分通り雨やろうけど、めっちゃ降ってる。すごい、水たまりになってきた。でもこのテントにしといてよかった。ポールえらい目にあったけど、シングル、このテントシングルホールじゃないから、まあなんとか防げる。いやー、びっくりする大雨。あピークは超えたみたい。怖かった、はあ、いやいやいや、夏はなこういうゲリラ豪雨みたいなのあるからな。怖いな、怖いな。ふう、暑かった、よかった。8時半なんですけど、ちょっと2時間します。一人でテントの中で、めっちゃ暑いけど。いただきます。これやっとって飲みかけたんです。美味しいらしいです。
うまグレープフルーツの味めっちゃする。果汁 100% やもんな。めっちゃ美味しい。あーつまみがない、うん、雨の韓国 YouTuber さんの動画。ずっと雷鳴ってるもんな。あの、水がすごいことになってる。なんで？下マット引いてんのに。大雨すぎたから浸水してきてるみたいな。ここもとんでもないことになってる。ここなんか形みたい。これはちょっとマット代わりにします。暑いから。上着どうせいらへんし。このままマットにして寒なったらこれを着る感じで。うん。あんまり寝れず、下に雷が夜中すごくてちょっと明るくなってきた人が、
温度は24度ぐらい、湿度が70度、涼しい朝ですね。できるか、陽性、陽性で、まあでもなんかテントでどうやって過ごせるの面白いやつだと。お、すごい、ちゃんとちょっと触れてくるね。雨が止んできた。今気温22度でちょっと肌寒いですね。
ちょうど8時で、8時44分のバスに乗るから、ちょっと急いでですね、バス停まで向かいたいと思います。見えた、よかった。8時44いや、もうちょいしたら来る。汗でよれよれやし、ここもなんか泥まみれ泥まみれ、髪の毛もよれよれ何してきたんやろ、あの人。ボロボロや